時代は岡崎慎司。長友、大迫に渡る、裏を狙う。いい展開ですね。岡崎、ゴール。日本、大きな追加点。素晴らしいクロス、ピンポイント。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。抜けてくる、見事な突破ですね。中合わせてくるでしょうか。岡崎のシュート、ゴール。ようやく均衡を破ります日本。ヘッド炸裂というシーンでした。ボールが入ってきた時に焦らずにしっかりとヘディング、いい判断だったと思いますね。